少し休ませてもらうとするか。うまい。体に染みるな。しかし肩がガチガチだ。ここ何日かずっと机の前にかじりついていたからな。白おろさん、そのよかったら肩をお揉みしましょうか。ああそうだな、お願いしようか。はい、それじゃあ失礼しますね。気持ちいい。ああ白おろさん、すごいガチガチですよ。そうか。まあここ数日ずっと机にかじりついていたからな。さあいっぱいほぐさないといけませんね。強すぎず弱すぎず、なんとも絶妙な力加減。どうですか、よくおばあちゃんの肩を揉んでいたから結構自信あるんですよ。ああいい感じだ。そのまま続けてくれないか。はい。生き返る。にしてもメラミー、つけが溜まってたとはいえ、ここまで容赦なくこき使うとは、私に恨みでもあるのか。ないとでも思っているのですか。ぬく、な、何も言ってないのに、なぜわかった。そのように恨みがましい目で見つめられて、気づかないとは思うのですか。祭りごとをすべて私たちに押し付け、ご自身は物見遊山の旅へ出たのです。恨まれて当然か。いや、それは正常は物見遊山の旅をしていたのです。どこかの国に加担したのでもなければ、まして正面を切って戦場に身を投じたなどということは断じてありません。違いますか。まあそうなんか。では正常、あまりゆっくりしておられても終わるものも終わらなくなりますので。分かった分かったから、とどめを刺すな。やるよね。メラミー、この報告書は。そちらは正常が不在なされていた間のものとなります。例の件、肩がついていたが、何やら一波乱あったようだ。少々波乱というほどのものではありませんが。白おろさん、どうかしたんですか。詳しく聞かせてもらおう。なかなか面白そうだ。さほど面白いとは思えませんが、そうですね、あれは正常が任を投げ出し物見遊山へと出た3日後のことです。だからまあいい、続けてくれ。では よー、どうした。もう上がりだってのにこんなところでくすぶってるなんて珍しいじゃねえか。あ、クロウさん、お疲れ様です。うるさい、余計なお世話だ。なんだなんだ、随分とご機嫌斜めだな。なるほどね、妹さんがいねえからイライラしてるってわけかい。おいおい、その物騒な獲物をしまえって。妹さんのことなら心配すんな。総大将や姉さんが一緒なんだ。ここで留守番しているよりはるかにいいってもんだ。貴様に何がわかる。
まあ、わからねえな。でもよ、おめえさん、総大将に全てを委ねたんじゃねえのか。なのにそんなにうろたえてるってことは、総大将を信用してねえのか。貴様、言っていいことと悪いことがあるぞ。だったら、無事に帰ってくるって信じ、待っててやるこった。第一、心配してたところでどうにかなるものでもあるめ。クロウさん、それ以上はお控えください。出ないと体に無数の穴が開くことになります。ただ分かってるって。こっちだってんなことを言いに来たんじゃねえんだからよ。ま、それは置いといて、おめえさん暇だろ。だったらどうした。わざわざそんなことを言うために来たのか。何、せっかくだ、一杯どうだって思ってな。そんな気分じゃない。ああ、そういやおめえさん、酒はあまり強い方じゃなかったか。じゃあ仕方ねえ、誘っちまって悪かったな。どういう意味だ。そんな突っかかるなって。別に深い意味はねえんだからよ。しかし参ったね。総大将がいねえとここまで飲む相手に不自由するとは思ってもみなかった。そうなんですか。そうなんだよな。総大将はもとより、あの姉ちゃんたちも意外といける口だからよ。だから大抵誰かと飲んだりするわけよ。他の人はいないんですか。クロウさんのところの人とかお酒好きに見えますけど。あいつらな、確かに酒好きの連中だが、毎日怒鳴ってしごいてくるやつと一緒に飲んでちゃ気の休まる暇がねえだろ。へえ、前から思ってたんですけど、クロウさんって見かけによらず気配りっていうか思いやりがあるんですね。おいおい、見かけによらずとはひでえな。それを言うなら見かけ通りだろ。まあそんなわけで一緒に飲めるやつを探してたんだがな。酒が苦手じゃ仕方ねえか。仕方ねえ、今日も一人で飲むとするか。待て。あ？そこまで言うなら付き合ってやる。あ？無理すんなって。弱えやつを無理に誘うってのは酒飲みの義に反するからな。第一、あんなうめえものをまずそうに飲まれちゃたまんねえし、もったいねえ。さっきから黙って聞いていれば、弱いだの苦手だの聞き捨てならん。俺が弱いだと、そんなことをほざくのはそれを確かめてからにするんだな。いや、もうあのよ、何をしている。行くならさっさと行くぞ。やれやれ、何をムキになってんだか。別にんなつもりはなかったんだがね。若様は負けず嫌いですから、多分この間のことを気になさってるんじゃないかと思います。この間、この間アニジャ様たちと杯を交わした翌日、ひどい二日酔いになってエルルー様のところへ薬をもらいに行ったら、一緒に飲んでいたエルルー様から何もなかったように平然とした顔で、弱いから飲みすぎないようにと注意されたんです。ああ、なるほどな。まあ、気持ちはわからんでもねえけどよ、それで不甲斐なく思う必要はねえんだが。何しろあの姉さん、あれでも結構な口だからな。え、そうなんですか。でもエルルー様って弱いように思えるんですけど。そう見えるだろう。だがな、姉さんは飲むとすぐに酔っ払うが、そこから潰れたりしねえんだよ。二日酔いで苦しんでる姿も見たこともねえしよ。へえ。何をしている。行くのか行かないのか。あ、待ってください、若様。へいへいっと。ちょっと待て。ん？どうかしたか。どこへ行くつもりだ。どこへも何も、
揉みに行くに決まってるだろうが。ならば、なんでこんなところに来る必要がある。お兄さん、寄ってってくださいな。さあさあ、いらっしゃいませ。極上の酒を取り揃え、可愛いあの子がお待ちしております。いかがです？ちょうど今の時間、半額にてご案内しておりますよ。団体様ですと、さらに割引かせていただきます。おいおい、飲む前から酔っ払ったこと言ってんなって。飲むからに決まってんだろ。だったらこんなところへ来なくても控え間あたりでいいだろう。若様の言う通りです。いけません、クロウさん、こんないかがわしい場所。まあいいじゃねえか。最近一人でチビチビとやってたんだから、たまには華やかなところで飲んだってよ。ふざけるな。なぜこんなところへ来なければならん。もしかしておめえさん、こういったところへ来るのは初めてか。だったらなんだ。そんなこと関係ないはずだ。こんな場所を放置するなど、兄者は何をやってるんだ。即刻潰すべきじゃないのか。おいおい、何言ってやがる。ここを作り仕切ってるのはその総大将だぜ。兄者が。いい加減なこと言うな。やっぱり総大将の話聞いてなかったのか。まあおめえさん、方針について言葉があるとき、いない方が多いからな。な、大事な席にサボってばかり行くから知らなかったりするんだ。そんなこと今は関係ない。それより、どうして兄者がこんなものをと聞いているんだ。やれやれ、わかっちゃいないね。人ってのは空腹さえしのげればそれでいいってわけじゃねえんだ。少し生活が豊かになれば、あれもやりてえ、これもやりてえと思うようになってくる。そして、そういった心の上を満たすために、こういった娯楽の場が現れる。総大将がやらなくったってな。で、そういったものには大抵よからぬ輩がはびこり、そいつらのすることってのはまあお決まりだ。役人官僚等に賄賂を渡して目こぼししてもらい、挙句には手を結んで横領や偽証などの汚職と。前がそうだったようにな。ああいうのは厄介だね。いくら取り締まっても目をくぐり抜けてじわじわと広がっちまう。だから総大将はやったのさ。ならばそれら全てを掌握しちまえばいいってな。そうすりゃそいつらを排斥できるだけじゃねえ。そこから出るでかい利も国の蔵へと流れることになる。さらにここをでかくすることで、外からこの国へ物見遊山にやってくる奴らが増える。人が動けば金が動く、金が動けば人が集まるってな。ま、全部総大将の受け売りなわけだが、他になんか質問あるか。あ、若様の頭から煙が。若様、しっかり。しかし、言うは安く行うは難し。やろうと思ったってそう簡単に実行できるわけがねえんだが、そいつはあの総大将はいとも簡単にやっちまった。混乱に乗じて暗躍する奴らの行動を逆手に取り、逆に掌握しちまったんだからな。一体あの人は何者なんだか、時々恐ろしくなる。若大将、分かってんのか。そんな男をおめえさんは兄と呼んでいるんだぜ。まあそれは置いといてだ。あ、そこのお兄さん、いかがですか。なんだ。お兄さんにいっぱいご奉仕させてください。いや、俺は別に。いえ、間に合ってますから。あれ、お兄さん、どこかで見たこと。もしかして侍大将のおぼろ様ですか。え、あ、まあ違います。え、でも人違いです。お前ら何を。
バレては仕方がねえな。そう、この方が、あの侍大将のおぼろ殿だ。クロウさん。まあまあ、任せな。やっぱりですか。ねえみんなみんな、あのおぼろ様が遊びに来てくれたよ。何？何を騒いで。え、おぼろ様？よくお越しくださいました。よくお越しくださいました。ささ、どうぞ遠慮なさらず。いや、俺はへい。おぼろ様、可愛がってくれますか。だからではでは、こちらへ。若様、不潔です、不潔です。なんでそうなる。お前たち、何を騒いでおるの。あ、お姉様、お客人の前で大声を出したりして、はしたない真似はおよしと言っておるだろう。すみません、お姉様、私がいながら。申し訳ありまへんな。妹たちがご迷惑をおかけしてもうて。いや、まあ気にしちゃいねえから構わんさ。可愛げがあっていいじゃねえか。おおきにな。そちら様も良い男であります。にゃお、にゃも、ただの独り言でありますえ。それよりお騒がせしたお詫びにぜひ寄っていってくだされや。ただでとか言えまへんが、目いっぱいおもてなしさせていただきますに。ほん、そうかい。そうだな、店も決まっていなかったし、ほんじゃここに寄らせてもらおうかい。おおきにな。それではこちらへ。お前たち、ご案内差し上げなさい。はい、お姉様。それではこちらですよ。一緒にこっち。ちょ、ほら、俺は別に。さあさあ、こちらへ。あ、悪いね。若様、不潔です。感じじゃねえか。ありがとうございます。そう思いますよね。こう言ってはなんですけど、うちと同じくらいのお店はこの界隈ではちょっとありませんよ。どうした、キョロキョロして。落ち着きねえな。別にキョロキョロなど。お待たせいたしました。どうぞ、まずは一個。それでは若様、お継ぎします。あ、僕たちのことでしたらどうぞお構いなく。若様は僕たちがお世話させていただくことになってますので。いえ、お客様にそのようなことをさせるなど、そんなことはできません。そうですよ、ご奉仕するのが私たちのお務めですし。さあ、おぼろ様。どわか様、どうぞ。おおぼろ様、こちらもお飲みになって。ああ、うん、さあさあ、もう一貫。
ちではお役に立てませんか。こいつらやってくれる。おぼろ様、私たちでご不満ですか。おぼろ様、めどにそんなことは。ありがとうございます。それでは頑張ってご奉仕させていただきますね。あら、杯が汚れてしまってますわ。新しいのに取り替えますね。繁盛しているみたいだね。お褒めに預かり光栄やな。あんたはさっきのここの女将をやらせてもらっております。お客人、先ほどのお詫びも込めてあちしがお相手します。はっは、女将自らがかい。私ではご不満？いや、光栄だね。お上手。それでは九郎様、まずは一献。これを知ってるのかい？もちろんですよ。もともとこの朝廷に対するものでありながら、その腕と勇猛さを買われ将にまで取り立てられた歴戦の者の不知らない者などおりませぬわい。嬉しいこと言ってくれるね。さあさあ、杯が乾いてしまいますに、お飲みくださり。あ、酒だね。最上のものを取り揃えておりますに。お待たせしました。発陣を用意させました。へ、舌包みを打っておくんなし。ん？こいつはうめえな。赤大将、おじさんも食ってみろ。うめえぞ。おぼろ様、取り込み中かい。ところで、前に粉取りをぶらついた時には見なかったが、ここに店を出したのは最近かい？ここに店を構えたのは三月ほど前ですかな。その前は荒らかの都で小さな店を営んでましてな。そこでここの噂を聞いて一旗あげるために来たんですわいや。ほう。野暮な話は抜きにして、さあさあ、もう一個。うん、どうだい。それでは少しだけい
ただきますよ。惚れ惚れする飲みっぷりだ。いやいやわ、からかいに乗って。それにしてももののふとして名高いあの九郎様がいらしてくだはるとは思ってもみまへんでしたわ。先陣を切って戦場を駆け巡り、あげた武勲は数知れず。そしてあの王路にも信頼が厚いと都の娘たちの噂になってますよ。そいつはこそばゆいね。お国を守るためとはいえ大変でありましょうに。もののふともなれば戦場へ赴くのはもとより、さらに過酷な命を申しつけられるのでありましょう。さてね、確かに楽なわけじゃねえが、大変だって感じたこともあまりねえな。何しろそれだけ己の腕を買われたってこともあるが、そこには腕に覚えのある奴らが5万という、そんな強い奴らと戦えるんだ。心躍りこそすれ、大変などと感じる暇はないね。もののふってのはそんなもんさ。もののふの生き様というものか。男やな。そんな大層なもんじゃねえさ。とはいえここ最近は別の意味で大変ってやつかもしれねえな。おや、九郎様らしくありまへんの。何かありましたのかえ。ここ最近情勢が安定してきてな、退屈な都の見回りばかりで腕を振るう機会がねえのさ。まあいいことではあるんだが、これじゃ体が鈍っちまう。何かと思えばそういうことでしたかえ。おっとと、しかもわけのわからん正体不明の賊が出没しているみたいだしな、と。いやいや、なんでもねえ。面白そうな話やな。なあ九郎様、その話ぜひ聞かせてもらえまへんかえ。いや、そうしてやりてえが、こいつは極秘でな。ちょっと勘弁してくれ。あら、そうですかえ。残念よね。知れない族が出るという話、ちょっとだけでも聞かせてもらえまへんかな。うちには若い娘が多いし、何かあったらと心配やわ。しかし聞いたことは誰にも喋ったりはせえへんに。お願いしますえ。九郎様でなければこんなことはお願いできへんわ。そうかい。そこまで頼られちゃ仕方ねえ。ほんまかや、九郎様おおきに。まあ
いいってことさ。実はここだけの話だけどな、最近富豪や豪族の蔵の中のものがいつの間にか盗まれていたってことが多発しててな。まあ、でついには城の蔵もやられてな。だが城の蔵には根津の番がいるし、うちの総大将が考案した頑丈な錠が取り付けてある。他はともかく城の蔵を破るなんてゲート、そこらのコソ泥にゃまず不可能。しかも強引に扉をこじ開けた形跡もねえ。誰もそやつらを見たことがねえ。普通に考えてなことはまずありえねえ。まあとりあえずはここの娘さんたちの身に危険があるような類じゃねえから、安心してくれ。それにもうすぐ解決するしな。解決？あ、おそらくあれだ、その族の中に術法を使うやつがいる。それもオンカミヤムカイアジャリー並みのな。でなけれあんなら説明がつかねえ。まあどうかしたか。いやわ、つい聞き入ってしまいましたえ。とだから今度こっちも術法を使って結界を張った罠を仕掛ける。いくら腕の立つやつでも、オンカミヤムカイのカムナギであるウルトの姉さんの結界にゃ、歯が立たねえさ。そのウルトの姉さんも早ければ明日には帰ってくる。そしたらそいつらを一網打尽できっから。さすが九郎様やわ。さあさ、杯が空になっておりますよ。今宵は始まったばかり、まだまだいけますやろ。じゃんじゃん持ってきてくんな。そう来なくては。しかし今日は妙に回るのが早い。おや、大丈夫でありますかね。こんくらい大したことおや、もしもし。あれ、クロウさん。えらいそうなこと言っておきながら先に潰れるとは情けない限りだな、クロウ。若様、すごく嬉しそうですね。潰れてしまいましたかえ。これは困りましたな。若様、若様。どうしよう。でしたら店の奥は宿も兼ねておりますや、そこで休んでらしてはいかがですかえ。そうなさってください。じゃあおぼろ様は私がお世話するよ。あ、おぼろ様は私がするする。いえ、僕たち帰りますから。
じゃんけん勝負で決まったのに。そうだけど、僕だって若さまを、クロウさんだけでも置いてくればよかったかな。はいはい、そんな押し付け合わなくたっていいだろう。うわぁ、クロウさん。さて、と。あ、結構肩が凝るもんだな。悪かったな、ここまで運んでもらってよ。クロウさん、酔いつぶれたんじゃなかったんですか。潰れたふりをしてただけだ。まあ、ちょっとばかりやばかったかね。何しろ一服もらえてたんだからよ。おめえさんたちは何も飲み食いしてなかったから平気なんだろうが、酒かあるいは料理にか、舌を軽くする類の薬がな。こんなこともあろうかと姉さんに解毒薬を作っておいてもらって助かったぜ。そいつがなかったら間違いなく落ちてた。一服ってどうして。そいつは後から話すとしてだ。まずは若大将を起こさねえとな。じゃあ若様も。いや、そっちの場合はただ酔いつぶれただけだ。おめえら無茶させすぎだぜ。若大将が酒に弱いのは分かってたろうに。だってあの人たちは。まあいいさ。それよりほれ、起きろ。仕方ねえ。ほれ、この酔い覚ましを飲ましてやんな。アレさん特製の強力なやつだから飛び起きるように目を覚ますだろう。いいんですか。いつも何も飲ませねえと朝まで潰れたままだろう。あんまのんびりはしてられねえんだがな。それもそうですよね。遠慮なんていりませんよね。まあきっついやつだから味の方は。ってお前ら。そんな逃げえのよく平気で。いや、まあいいけどよ。目が覚めたか。ここはいつまでも寝ぼけてんな。あれ、急ぐぞ。待て、何のことかさっぱりわからんぞ。そうですよ、どういうことなのかまだ何の説明も受けてませんし。そうだな、詳しく説明している暇はねえ。歩きながら話すぞ。さっき俺があのお上にした話聞いていたか。最近都に賊が出るって話か。あの状態で聞いてたか。さすがだね。僕たちの若様ですから。茶化すな。それでその話に戻すがな、おめえさんは管轄外だから知らなかったと思うが、以前から賊が出没してるんじゃないかって噂されていたんだ。そう、最初は噂だった。何しろ不審者を見たり誰かが押し入ったって形跡がなかったからな、誰も気がつかなかったわけだ。で、後の称号で大慶長と食い違ってるのが発覚してな、戦具に宝珠に食料に他にいくつか金製の品もなくなってやがった。こいつはってことで調べたんだが、さっき言った通り盗まれ方が普通じゃねえ。何しろ何の痕跡も残していねえんだからな。なあ、そういったことは
可能なのか。難しいだろうな。大きな蔵になれば錠もかかっているだろうし、大抵見張りがいる。そいつらに全く気づかれず蔵を破るなんてのはまず無理だろうし、眠らせるなりしてもその時点で賊に入られたことがバレるはずだ。しかも時間との勝負、多少強引にでも錠をこじ開けるべきだが、それでは痕跡が残る。特に城の蔵はアニジャが俺たちの意見を取り入れて考案したもの。忍び込むのはもとより誰にも気づかれずにあれを破るなど、それこそ不可能だだろうな。んでこれは普通じゃねえってことで、なんか特別な術を使ったんじゃないかって考えになってな。それでオンカミヤリウですか。ああ、修行次第では俺たちにも使えるんだろうが、強力なものとなれば奴らの領分だ。でもあの方々には厳しい戒律があるって聞きますよ。なのにそんなことするでしょうか。何事にも例外ってもんはあるさ。中にはそれから抜けたはぐれもいるって話だしな。で、そんな怪しい奴がいねえか探りを入れてみたら、この辺りじゃオンカミヤリウは珍しいのが幸いしてか、そんな奴らが出入りしているきな臭い酒場を見つけたわけだ。そこってもしかして。ああ、だからちょいとばかり偵察にな。でも若様や九郎さんでは偵察とかにはならないのでは。武将である若様や九郎さんを知らない人なんてこの都にはいないでしょうし、現に知ってましたし。ああ、だからわざとさ。わざと。おう、目星をつけたはいいが、あいつらなかなか尻尾を出さねえんでな。だからちっと揺さぶりをかけてやったのさ。そしたらうまい具合に引っかかってくれやがった。おそらくお上も一味なんだろう。おいしそうな餌をちらつかせたら、そいつを引き出そうと一服持ってくれたよ。いろいろと狂言かましてやったからな、今頃何かしら行動を起こしてるはずだ。すごい、九郎さんが九郎さんじゃないみたいです。言い方がちょっと引っかかるが、見直したか。まあ、これが俺の本当の実力ってことだな。はい、すごいです。待て。ん？その話、俺は聞いていないぞ。そうか、また居眠りでもしてたんだろ。とぼけるな。なぜ最初からそのことを教えなかった。まあ、あまり細けいことは気にすんな。それのどこが細かい。やれやれ、仕方ねえな。この二人はともかく、おめえさんそういった腹芸は苦手だろ。んな下手なこと話して相手に蹴取られたらどうすんだ。そういうわけだ。そうにらんなんて悪いとは思ってたんだからよ。それでこれから何をするつもりだ。その女はどうしている。さて、どうしているのやら。まさかその女を見失ったんじゃないだろうな。なに、そこんとこは抜かりねえさ。なんてったって。クロ、守備はどうですか。ベノイ。よし、指示通り虫をつけておきやした。そうですか。皆さん、ご苦労様です。細工は隆々。なんてったってこの策を仕組んだのはうちの大将だからな。な、ついでに言うと、おめえさんには黙ってるようにと言ったのも大将だ。ベナウィ、どういうつもりだ。二人とも静かに。そんなに大声では相手方に蹴取られてしまいます。と、失礼しました。どういうつもりだと聞いてるんだ。お静かに。文句でしたら後で伺います。若様、かわいそう。そんな目で見るな。では、あとはこの虫に案内してもらいましょう。スバイムしか。